さあということで、高さ大喜利クラブ番外編でございます。新型コロナウイルスの影響でちょっと普段やっている MPJ メディアプロデュースジャパン社にも、こう行けないということで、今日はゲストも呼ばずに作家の奥野さんと2人で、こういろんな企画を今までの企画を振り返っていこうじゃないかと、いうことになっております。よろしくお願いします。はい、今声が聞こえたのが作家の奥野さんです。はい、よろしくお願いします。今ね、ちゃんと2メートル距離取って、消毒とかうがい手洗い十分にした上で、やっておりますので、もうちょうど今月で丸2年なんですよね、高さ大喜利クラブ。今月で、はい、2018年の5月にスタートしたので、で今は2020年の4月なので、ちょうど丸2年ということで、今は68回、先月68回ですもんね、うん、企画としては80ちょいぐらいやってるんですかね。2週に1編時代は3つ、はいはいはい、企画があったはずだから、そうですね、それを含めると、はい、そんな、まあ、今は主にそのゲスト2人呼んで3人で大喜利するっていう高さ大喜利クラブ、うん、それから1人のインバウンドの、はい、コーナーもかつてあったという、かつて、まあ、たまにやったりまだ全然やる可能性もありますし、まだね、5週目の企画として生きているという、はい、今5週目のある月はそのインバウンドをやったり、ASMR をやったりね、あの気の狂った企画ですけども、本当に高さは ASMR を知ってるのかっていうことに疑いがね、本当ですよね、まあ、いきなりねカニスプーンで耳をほじってあれ視神経が目が真っ赤になってきたけど大丈夫とか言いながらやつもありましたし、それの、はい、第3回もある可能性が、まあ可能性はねありますから、まあ、あれを楽しみにしてくれてる数少ない視聴者の方もいると思うんですよ、はい、コメント欄とかも見てますんで、はい、あとあれですよね、今登録者数が現時点で1800人なんですけれども、2000人いったら、ね、公開収録しようじゃないかという、はい、ツイッターの方で言ってたんですけれども、どうなんですかね、足したところで今公開収録できないですからね、まあ、ゆっくり足していただければ、はい、ちょっと落ち着いたら、うん、もちろん登録者数2000人足したらやるというのは、うん、変わってないんですけども、まあちょっと時期とか状況を見て、なるほど、まあ、お客さんを入れた大喜利、はい、そうですね、スペシャル企画みたいなのを、はい、タイミングを見てやると、はい、あと今までやってきた大喜利のフリップの回答も全部取ってありますんで、あ、そうらしいね、はい、MPJ 社にね、MPJ 社は本当映像とかの会社ですけれども、全く大喜利のフリップなんてただのゴミ同然ですけど取ってあるんで、はい、何かしらの形で視聴者プレゼントとか欲しい方がいたら、なんとか額にね入れれば、はい、それっぽく書き初めの企画あったし、ああ、そう、あれ取ってあるのかな、ギリ初め、ギリ初め、今年の1月にやった、はい、まああとね2年続けて熱烈なね高さ大喜利クラブのファンの方もいらっしゃいますし、あの西村ひろちょさんが見てますから西村ひろちょ直接聞いたわけじゃないんですけど、人づてに西村ひろちょさんがこれを見てるということを僕聞きましたんで人づてで、人づてで、はい、直接じゃない、本当かどうかは分かんないですけど、とりあえずいつか出てもらえたらなというのもありますし、なるほど、はい、あとはね、作家の浅井亮さんがその間なんかラジオで、ラジオで触れていただいたの、はい、高さ大喜利クラブでこう英語サーチしてたらそれが引っかかって、えっと思って、でラジオももちろん聞かせてもらいましたし、品のあるというコメントもいただきましたんで品ありますかね僕これからね、はい、とんでもない下ネタの回なんて作ろうと思わない下ネタ大喜利とかやらなければなんたまたまその企画では上がってたもののやらなかっただけのような気がして、うん、ギリギリのところで踏みとどまってるっていうのが高さの下ネタさ、はいはいはい、なるほど、まあ、今月4月はこのスタイルで、毎週火曜日夜10時にアップしていこうと思います。第1週どうしましょうかね、まあいろいろ企画振り返ろうと思うんですけども、今回何を振り返るか、今回はじゃあ、まあ、せっかくですのでこういう機会もないので、その今までまあこうやって奥野さんと企
画会議をね毎回して、これがいいんじゃないかあれがいいんじゃないかということで、毎月4本やってるんですけども、その中でも、まあ、ちょっと没企画というか、これやりたいけどちょっとまだ無理だな、もうちょっと整ったらできるなみたいな企画もいくつかやっぱあるんですよ。それをちょっと、まあ、今後やるかどうかわからないですけども、ちょっと発表していきたいなと。なるほど。何ありましたっけね。看板大喜利。そうだね、はい、あのそうですよね。だから看板、新宿のチェーン店なのかな、新宿の蕎麦屋さんで、なぜ蕎麦にラー油を入れるのかっていうお店があるんですけども、あれこれ大喜利のお題っぽいなということでこれが他にもいくつかあれば、こう街をブラブラ散歩しながらその看板の前で僕が答えをどんどん出していくっていう、この看板大喜利、で何度かやろうとこうチャレンジしたんですけどね、まあ見つかんないあれ以外の、まあ、あのお店が特殊ですからね、あんなに大きく疑問形で書いてくれるものが意外となかったっていう。そうですね、ちょっと今は断念している状態ですけども、もし今後なぜそばにラー油を入れるのか以外にもなぜラーメンにニンニクを入れるのかとかそういう店がちょっと出てきてくれば、これ大喜利ができるんで。ニンニク入れますかって大きく書いてるところもあるけど、はいと言えしかないですからね大喜利向きじゃない、うん、やっぱこうなんか W が欲しいですよね、なぜとか、うん、どう、うん、どこにとか何とか。ちなみに、はい、なぜラー油を入れるのかに対してどういった、はい、あ、ちょっとやります。ちょっと一応フリップとペンもあるんで、急遽、はい、せっかくですので、じゃあ、お題はなぜそばにラー油を入れるのか。はい、はい、なぜそばにラー油を入れるのか。なかなかそばにラー油を入れるっていう発想昔はなかったですからね。はい、なぜそばにラー油を入れるのか、店主の嫌がらせ店主が入れてくるんだ、はい、それが意外にうまかったっていう。はい、なぜそばにラー油を入れるのか、一杯のかけそばにそういうシーンがあったあったっけなお母さんと子供で分けるのにラー油かけちゃうんだお母さんが辛党だったんだそうですね、激辛好きだったお母さんみたいなのもね、さすがにこのお題だけで一周分は難しいんで、他にもいくつか看板があればこれはシングルカットして、ね、ちょっと映画とかのね、はいはいはい、看板とかの煽り文句とかであれば、結構探しましたよね。あの探した、うん、街歩いたんですよね。だいたい字がちっちゃいの他は他、ぜひ改良してほしいなと思ってるのは、あの、はいはい、属性大喜利みたいなのを、あ、はいはいはい、あれをなんとか、うん、属性大喜利ね、あの R 藤本さんとトンツカタの森本くんとやった火属性、火属性、水属性、草属性で戦うという、はい、あれは割と良かったですよね、うんうん、であれも他にも土属性とか気候とか、でもちょうど3組になるのがあれしかなかったんですよね、うん、そう、あの年力とかふざけると面白そうな属性、ね、それかもうこっちで勝手に作るかっすよね、3組。なるほど、はい、ポケモンの3組とは違う、うんうん、大喜利界の3スクみたいなの、うん、そうですね、まあいいのが見つかったらこれも改良版属性大喜利として、近いうちにあるんじゃないのかという、あ、なんとなく、はいはいはい、そんな予感もしつつ、はい、であれの企画の時だけ、あの一応ポケモンっぽいバトルシーンっぽい感じで音楽をうっすら入れたんですよそしたらコメントかな、なんかすごいユーチューバーっぽくなってきましたねっていうコメントがあり、やっぱね音を入れるから、はい、ゲーム実況っぽくもあるし、はいはいはい、なるほど、あんまそういうつもりはなかったんですけど、あとこれも一回話題に上がって、まあ無理だなってなったんですけど、身内ネタ大喜利、まあ本当に身内ネタだけを入れて答えるっていう、うん、なるほどね、はい、あれもすっごい楽しそうだったんですよね、うん、あれでもさすがにちょっとまあ、僕らだけ分かってお客さんを置いてけぼりにするのが良くないなっていうことで、今のところそのアッシュ&ディーでラブレターズとか阿佐ヶ谷姉妹とか呼んでやるっていうことぐらいなので、
本当アッシュ&ビーを知ってる人じゃないとよくわからないというなんかちょっとお題もらいます。今これがいけるのかいけないのか、何でもいいっす。何でも、はい、身内ネタ大喜利があったとしてどんな感じの大喜利になるのか。こんなマクドナルドはダメだ、こんなマクドナルドはダメだ、はいはいはい、はい、こんなマクドナルドはダメだ。店内がアッシュの社長室ぐらい狭いそれがわからない、これわかんないですよね見てる方は狭いんだ、はい、6畳から8畳ぐらいしかないですからマックとしてはちょっとね、はい、もう一個なんかないですか。お題を、お題、はい、桃太郎の犬、はい、猿、キジにもう一人、はい、助っ人が来るとしたら何、はい、犬猿キジの他にもう一人助っ人が来るとしたら何。はい、桃太郎犬猿キジ、はい、以外にもう一人助っ人が来るとしたら何。正明さん誰だアッシュ&D ことわざを教えてください。なるほど、アッシュ&D ことわざね。はい、アッシュ&D ことわざを教えてください、はい、井上の手にソリティアこれもアッシュ&D だったらウケると思います。まあだからこれが僕は高さ大喜利クラブがもっと大きなチャンネルになり、うん、でみんな見てくれて、その高さ大喜利クラブの中の要素が増えれば身内ネタ大喜利ができるんじゃないかと。なるほど、はい、例えばこんなマクドナルドは嫌でもいいんですけど、うん、はい、じゃあこんなマクドナルドは嫌で、開店直後のオープニングの挨拶が長い高さ大喜利クラブあるやん、あるあるある、オープニングの映像が長いっていう、はい、当初だって30秒ぐらいありましたもんね、それを削って今15秒、うん、それも長い。なるほどね、はい、5秒ぐらいでいいんですよね、うん、はい、こんなマクドナルドは嫌だ、店内の BGM がティーラ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 ートゥ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 モンサンミシェルのみたいなことを要素が増えれば、うん、なるほど、はい、やりたいと思いますね。2年経ってたらそれもいじってたしねそうですね、この間のシスの池田くんとライスのハロコロさんの時に散々エンディングのいじられましたから、まあまあそんなとこですかね。あとあれも言ってましたね、縦スクロール大喜利よくYouTube 見ててそれでその釣りのサムネイルみたいな、うん、はね、クリックしたら普通に縦スクロールでこう文字がただ流れていくだけの、あれをちょっとやろう、あえてやろうっていうまとめサイトみたいな文章が延々流れるっていう、はい、でもそれやると YouTube 側からこれ違反動画なんじゃないかってそのご指摘をこう受ける可能性があるっていうのを聞いてちょっとこれできないなってなったんですよね。テキストのみは確か広告を剥がされちゃうとか、はい、ああそうかそうか、せっかくついた大事な広告がね、はいはいはい、やっと広告つけたのに自ら丸ふざけで剥がすような行為をして、まあ良くないですからね。高さ神回答連発みたいな釣りのタイトルにして、はい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 、でクリックしてみたらただただ文字が流れて、この高さの回答に出演者大爆笑っていうあと僕がやっぱりちょっとおかしいのか、それ撮るにしても本当に一回その収録してから会ったことをやろうってそうなるとせっかくね来てくれたゲストの方にも申し訳ないんで納得がいかない、はい、そんな、一応こう没企画というか温め中というか今後やってみたいけどまだちょっとやれないなっていう企画でございました。じゃあ第1週目はこんな感じで、皆様チャンネル登録の方よろしくお願いします、高評価ボタンもよろしくお願いします、次週もこのスタイルでいければと思いますので、皆様ぜひぜひ楽しみにお待ち、楽しんでもらえるのか分かりませんが楽しみにお待ちいただければと思います。高さ大喜利クラブ番外編第1週おしまい。エンディング何使えばいいんだろう。あ、そうか、素材をもらってないのか、もしか口で高さティリリリリリティティティリリリティリリリリティティティリリチャーキュイご視聴ありがとうございました